フレデリック・ロデオンは、フランスのチェロ奏者、指揮者、ラジオパーソナリティ、パリの生まれ、アルベール・テタールにチェロの手ほどきを受けた後、パリ音楽院でアンドレ・ナバラにチェロ、ジャン・ユボーに室内学を学ぶ。1969年にチェロ科の1970年に室内学のそれぞれプルミエプリを得て、パリ音楽院を卒業した。1972年には、 モーリス・マレッシャル国際チェロコンクールで優勝し、1977年には、ムスティスラフ・ロストロポービッチチェロコンクールでも優勝を、飾った。1990年以降指揮者としても活動を始め、リヨン国立還元楽団、トゥールーズ・キャピトル国立還元楽団、ボルドー・アキテーヌ国立還元楽団、フランス放送フィルハーモニー還元楽団等に、客演を重ねた。 1992年からは、放送局のフランスインターで、音楽番組、カルフール・トゥ・ロデオンをはじめ、そのプロデューサー兼プレゼンターを務め、1999年からは、ラジオフランスのコンサート番組の、プロデューサー兼プレゼンターを任されるようになった resmusica.comhatvallmalete.com、e.。ありがとうございます。